どうも皆さんこんにちは。ちょえなんですけど、はい、皆さんね最近ね、うん、お前コスケ動画、お前コスケのお前一人の動画なんかつまんねえんだよってそろそろ思ってきた頃なんじゃないですか。まあそう、うん、はい、うんうん、大島さんで合わせようと、島丼との島チャレもう一回やってくれよと、うん、ねえ、うん、ごめんね、あいつ忙しいの。そうなんですよ、忙しいんですよ、大島さん。そう、あの人、あいつが、あの人ね、結構忙しくて、忙しいんですよ、そうなんですよ、ぶってるんじゃなくて、本当に忙しくて、うん、で、今回なんですけど、はい、あの、我が期待の星、我が、はい、我がじゃない、我がじゃない、はい、俺のみたいな、所有格になっちゃった。あの、自己紹介どうぞ。この度新しく入りました、ハラミンと申します、よろしくお願いします。イエイ、ということで、はい、あの、ハラミンさん、はい、30歳、うん、そうです、30歳で、パズドラやってらっしゃって、うん、今ちょうど450、あれこれちょうどよくねと思って、はい、ちょっと降臨チャレンジやろう、ちょっとでやるもんなんですかね、降臨チャレンジ、ちょっと降臨チャレンジやろうよみたいな、はい、その村井さんのパズドラの動画に出てらっしゃってて、うん、それ知ってるんですよ、はい、ただそのこういうガチでプレイしてもらう、うん、いただく、うん、難しいっすね、いいんじゃないかな、いや難しいっすよ、はい、ということで降臨チャレンジどこまで制覇できるかちょっとやっていきましょうよ。はい、やっていきましょう。はい、はい、で今どのくらいですか、はい、現状ですか。はい、ちょっと今回のこの趣旨としては、はい、ハラミンさんの腕前 と、うん、どういうパーティーを使われるかっていうのを皆さんに知ってもらうっていうのが趣旨でございますので、はいはい、生温かい目でぜひよろしくお願いします。そうですね、生温かい目でねお願いします。さあ、というわけで、はあはあはあ、ゾンビと、はい、この辺をクリアするんですね。あ、オッケー、じゃあもう、もう一回の加熱からやりましょう。加熱から、はい、加熱から、いきますか。はい。ということで、はい、パーティーの選択に行きます。はい。はい、ということで、加熱具降臨に、まあ、ベジット、持ってらっしゃるんですね、はい。持ってますね、ベジット。はい。ちょっと、うん、いろんなダンジョンを攻略していけば、おそらくきっとね、はい、そのハラミンさんのお 手持ちのキャラクターいろいろ出てくると思うので、まあ、まずベジットに行きましょう。行、はい、きますか、はい、行けますか、ベジットで。いやベジットで行けなかったら、はい、もうやばいっすよ。もうやばいっすか。はい。じゃあ行きますか。いや、わかんないっすけど。はい、行きます。まずちょっと若干上げちゃったかな。挑戦します。はい。はい、いやお、火が少ない。まあでも、大丈夫ですね。はい、右下げで。はい、右下げ。はい。でも、26見ればいいんじゃないですか。はい、行きます。おー、いいっすね、なんかいい感じに切り替えましたね。おお、あ、火が来てないですね。若干緊張してます、緊張してます、全然してますよ、緊張。だって、2回目ですもん、パズルプレイ自分でするの。大丈夫ですか。大丈夫ですよね。楽しく、楽しく、楽しく、いつも通り、いつも通り、そうですね、楽しくいきます。はい、はい、いきます。おお、はい、どうですか。普通にいけます。お、はい、パスに行けます。はい、ちょっとさっきはそこそこ長いんで、はい、そう、皆さんも、ね、まあ、多分よく分かってくれた言い方だと思うんですけど、はい、場面最大に近いコンボを組もうとするときに、はい、まあよくその、うん、例えば、うん、まあ、やる方法を一つご紹介するとですね、はい、まあ盤面最大にならないかもしれないですけど、はい、まあ盤面、7コンボとか、うんうん、8コンボとか組もうとすると、うんうん、ベースというと、はい、形の下2段切らずにして上2段立てずにするとか、うん、上2段切らずにして、うん、下で、うん、立て積みしていくみたいな、はい、組み方が。そうですよね。で、いつもやっぱ見てるんですけど、コスケさんのチャンネルで、やっぱなかなかやできないんですよね、それが。やろうとしても意外とできますよ。意外とできます。はい、右手上げてベジットソースだったベジットソースって、はい、ベジットソース、じゃあいきます、はい、どうで、開いて開いて開いてですね。あー、決まってない。あ、決まった、落ち込んで。おー、はい、まあ、なんか僕はあんまりパズル教えるとそういうのはめんどくさいと思うんで、はい、変わらずやりましょう。なるほどね、リラックスして。はい、リラックスして。で、真ん中ソード、ベジットソード、ベジットソード、はい、マスク、ベジットソード、
ドッ。そうっすよ、ね、緊張するそうっすよ、緊張しますよ。なんかめちゃめちゃあの、はい、S 島さんがちょっとおかしかったっていうくらいで、やっぱ考えていただければいいんじゃないですか。そうっすよ、だってやっぱいつも見てたコスケさんの隣に、だって今日初めてでこれやってるわけですからね。さっき始まり話したばっかりだもんね。むしろなんかパズドラじゃなくてそっちの方が緊張してますよ、ね、そっちっすよ。人見知りじゃないですけど、そっちの緊張ですよ。火があんまり強くないな。おお、いかない。じゃあ答え答えでやりますか。あ、いきますか。じゃあお願いします、はい、答え答えでやりましょう、はい、そういえばそういえばそっちの方が慣れるかもしれない、うん、そうですね、慣れるといいかなっていうか、はい、なんて言うんですか、うん、あ、これちょっと落とし割りしたけど、うわすげえ、うわあそこの水で、おお、はいはい、はい、なんか火ないっすね、いつも火なくてもいいっすよ。これ1ですけどどうします。普通に殴っちゃっていいっすよ。火ないですけどいいっすか。はい、いいっすよ。いきます。お、これ決まってますか。この形をですね、はい、ちょっと投げます。お、あ、いいっすね。落としますね、下からね、こう、うん、おっとっと、ここで落とします。はい、お願いします。火がないね、火が火なくても。あ、ちょっと待って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 、これ、ちょっと待って待って待って、偉そうなこと言って、はい、全然ないんです。これまずい、おじまん、おっと、いや、もう切れるかな。危ねえ、危ねえ、ちょっとごめん、これちょっと責任取ります。はい、おぉ、あぶねぇ、これなんだろう。お、でも、お、うまい、これうまいんだよね。あ、展開できる、これ。まあ別にしなくてもいいか。うまがやん、これ次なん、次ボス、次ボス、お、来ましたね。おぉ、なんすか、これ。はい、まあ、ソフト使って、ソフトで、はい、はい、いきます。ソフトで火が外れなくて、天山だけ、天山だけ、ちょっと忘れたけど、私に発動、これ2ウェイ入れた方がいいっすよね。2体攻撃、そうですね、4つ消し2個入れたいっすね。4-4っすか。はい、4-4 4-4いきますよ。あ、なるほど。どこで4つ作ります。僕、左の盾、はい、左盾と、はい、右盾ですか。そうですね、いくらもいいですね。まあ、左は盾確定かなと。左は盾確定、はい。ちょっとこれも、うん、その左上でまず闇を横に作るじゃないですか。左上で闇、はい、はいはい、で、そこに、うん、その後に木を盾に組んであげたりとかすると、うん、はい、まず闇から組むんですか。僕は闇から行っちゃいます。上の、はい、どこ持つんですか。あんま、どこでもこれも良さそうですね。え、本当ですか。ああ、光でもいいし。火を持って最後着地した方がいいんですかね。気持ちはあんまり進めしないですね。本当ですか。はい、光を持つ、これですか。はい、そこでいいかな。あ、でもこれもいいですけど、闇、火、木、光、まあ、それかハートでもいいですか。これですか。ハートそれじゃなくてもいい。こっち、まあ、そっか。まあでもやってみればいいんですよ。じゃあちょっと失敗してもいいです。はい、死ぬわけで。そうっすね、はい、光から行きます。行きます。おー、オッケーオッケーオッケー。あー、入ったない、木が、あー、入ってない、やばい、ちょっと全然、あー、ずれてましたね。あ、でも落ちた。おーっと、感じっすね。お願いします、はい、お願いします。修正お願いします。おお、おお、こい、聞こい、おお、この、はい、このまま、ちょっとね、これそうっすね。いや、おお、で2倍になって、
まあ、インドラカスさんの方使っていきましょう。じゃあこの間究極させたばっかなんだ、覚醒させたばっかなんだ、はい、スサノオで、はい、いきます。100ランの5兵器ですか。おー、ちゃんと読めた、すげえ。お、漢字力、語彙力高え。語彙力さ、これ語彙力え、だって、はい、嵐をちゃんとランってやる、シャクの方が難しい。あ、そうか、はい、嵐がラン、はい、シャクランの5兵器です。はい、いきます、発動。ここまでご自由にですけど、ちょっとなんかあんまり僕言いません、すいません。いや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 、全然これは本当ね、はい、のびのびとプレイしていただいた方が絶対いいと思う、のびのびと、はい、のびのびとのびのびと、はい、のびのびと10本もします、ね、これ10本もやめんすか。いや全然違うんすか違うんすかこれはじゃあどうしようかな、どこで読みますかね、これかな、ちょっとめちゃくちゃでいいですか。大丈夫ですよ、行きます。お、いいのが入った。これ決まってます。お、いいっすね、決まってます。お、決まった。おー、そうだ。え、お、これまずいっすか。あ、これ大丈夫です、大丈夫ですか。すいません、すいません、許してください。おお、盤面最大。あ、でもない。あ、そうか。いや、最大です。最大これ。いや、火を4つ消しにしたんです。あ、なるほど。はい、ということで、まあ、はい、1つ目はね、ちょっとあれでしたけど。うん、そうですね、緊張しました。はい、とりあえず、クリアできたということで。はい、うん、結果良ければ、すべて良しということで。そうですね。じゃあ次行きましょう。はい、行きましょう。はい、次は、はい、うん、覚醒芝で、はい、キョコシ。はい、キョコシ。ベルゼブブ。はい。やっていきましょう。はい、行きましょう。挑戦すると、はい、お、火が、火がありますね。1、2、2決めていきたいですね。はい、シバは何コンボですか。6コンボですね。6コンボで最大倍率。確か6コンボ、はい、確かです。うわー、なるほど、6コンボか。さっき手付けさんに教わった下から積みたいんですけどね。あれ、積まなくてもね、大丈夫ですよ。だって2ウェイパーですもんね。まあ別にここ2台放置しなくても全然大丈夫なんで。あ、ほんとっすか。なんかもうお月見コンボって。お月見コンボ、なんかあんまり決まりきった形ってないってないんで、はい、あ、そうっすか。はい、なるほど。自分の慣れてるプレイをね。はい、じゃあちょっと、そうっすね、慣れてるプレイ、はい、でいきます。でも6コンボか。6コンボってなくて、はい、じゃあもう本当にあれっすよ、慣れてる感じでいきますよ。あ、どうぞ。はい、いきます。やばい。あー、大丈夫ですか。ダメかな。まあまあまあ、お、あ、全然だった。でよかった。全然でした。落とせればいいですか。勝っちゃいいんすよ。そうっすね、勝っちゃいいんすよ。はい、勝っちゃいいんすよ。お願いします、これだけでは、はい、なんかあれですね、1回パズル合体ってめんどくさいで、ワンフロア合体みたいな。そうっすね。おお、ちょっとごめんなさい。おお、そう、全然全然、すみません。おお、強い。あれなんですよね、はい、なんでもない、なんあれもなんもなかった。なんごめんなさい。おー、言い訳とかね、はい、しない方がね、はい、いい。下手くそだった、ごめん。こんだけ、いや、勝てばいいんですよね。そうそう、勝っちゃうね、本当に。正義なんで。そうなんですよ。そうだっけ。お、お、うん、オッケーです、オッケーです、勝っちゃいいんですよ。トレベストソース。お、じゃあ楽させてもらいますよ。はい、いきます。スーパーベースを発動。ちょうど、はい、お願いします。すいません、お願いします。お、これ3ターン食べられる。3ターン待ってくれますよ。どうですか、小杉さん、ペン使わなくていいんですか。
いやあれですか、アンチグリアフィルムなんで、はい、扱えないってことですか。いやなんて言うんですか、合わないんですよね。あ、合わないんです。はい、アンチグリアとペンテ、はい、そうなんですか。だったらまだ指でやった方がいいかなと思って、はい、これ落とし毛。おおおー、すげえ、下で決まってる。おおおお、あ、ボス、ペリクリクリ、はい、早いっすわ、やっぱコスケさんとやると。いやいやいや、さすがっすよ。で、そうそうっすね。そうそう、そうそういきます。そうそう、はい、お、そうそう、おこれがコスケさんっすか。いや、これじゃあ、これ絶対ただ、いや、寒って思われてるから、ハラミさん。コスケさんですよ、いつも見ていた。さすがですよ。クソ、いじられ半分と、いじってるっしょ。いじってないっすよ、いじってないっすよ。早く使って。いきます、はい、シグハドの返済いきます、発動。おぉ、勝ったかな。これってワンパンいけるんですか。これどうせならあれ使いましょうよ、はい、すか。あ、泥鏡。そうそうそう、いきます、泥鏡、はい、泥鏡いきます。爆滅の三眼発動。おぉ、これで倒せるんじゃないですか。こいつ HP いくつでしたっけ。知らないっす。え、さすが。いや、HP と関係ないっす。HP と関係あるでしょ。自分がベストのプレイをできるかどうかの方が、はい、相手の HP とかより大事です。なるほど。なんかすげえ深いこと言ってそうだけど、深いんすか今の。いきます。いや、でもだって、はい、そのギリギリのパーティーなわけじゃないわけね、うん、はい、そうですね、この覚醒芝で。確かに確かに、そう言えてます、はい。これはじゃあどうしようかな。いきます、ちょっと、まああと2ですしね。へーって。いや、なんすか。綺麗だったな。倒せない。いい意味で綺麗だったなって。いい意味も悪い意味もない。いい意味で。はい。はい、ではもう、メイランタケル。まあ、むしろタケルだけ使って、はい、あの、毒の海に沈めに対応するか、はい、まあもう、なんていうか、自分のプレイを信じて、はい、レイランタケルからの芝で、もうこの探偵を落としに行くか。いや、多分、レイランタケルだと、ぎっちりになっちゃいそうで、はい、なりますよ。分割多分自分自信ないんで、はい、まあじゃあかけるだけで、はい、はい、きます。草薙の剣、あ、どう？感じ強いっすねって言ったら、はい、馬鹿にしてんのかって思います。すいません、あのあれなんですよ、これまあ多分昨日も言ったんだあれなんですけど、一応塾で先生してたんで、特度これは確かに役にじゃ言えなかったらまずいやつ。でもたまに読めないっすよ最初。いやもうその時はすぐでしょ。いや、こんな読まないといいから、これをつって。そうですね。そこはスルーでいきましょう。じゃあ、ここで倒してくれますね。はい、そう、でも水ですからね、相手。はい、爆滅いきます。爆滅の3。443で。そう、はい。大丈夫ですか。はい、ということで、ラスト、はい、お願いします。はい、いきます。ラスト。443。はい、443お願いします。そうですね、443。ああ、そうか。うん、別に水とか見なくていいっすよね。いいっすよ。いきます。あ、決まってない。水が落としてる。いやでも水入れたかったな。あ、火を。ちょっとあー、でここもバッテリーバズっちゃいましょう。はい、43で、43で、はい、はい、43で、はい、繋がった。いいですね。おお、よかったよかった。これはまあ、まあ、これ倒したっしょ、さすがに。いいっすね。で、一応保険のレイヤーで。おー、よし。はい。
もう一個行きましょうか。もう一個行きましょう。はい。この動画内で。はい。はい、ということで、はい、次は、ウルズなんですけど、はい、孫権の枠をイシスに変えて、まあ、あれですね、英語の乾き対策ですね。あの、1段目に打ってくる水バインドですね。はい、何かミスがあった時も、イシスに向かわせて、はい、弾いて、うん、っていう無駄な行動を一旦相手にさせるためのイシスです。はい。じゃあ行きましょう。はい、行きましょう。する。うん、うわ水だらけ。まあまあまあここはねターン内で処理すればいいです。溜めるとかじゃなくていいですか。いやもう溜めなくていいですよ。いいですか。はい。どうしようかな。じゃあいきます。はい、はい、いいですか。おー、行きましたね。はい、お願いします。で、次がやつだから、はい、なるほど。こいつと落ちるんですか。はい、実は、超計画力で、はい、落ちます。一回も手に入ったことない。おー、はい、行け。でもまだトータルで、はい、いや、これ終了入ったんだっけな。落ちないみたいな。あ、なってた。フォア落ちた。まあでも僕も何回か撮ったことある。実況コントだった。ああ、これベジットソードですか。はい、はい、いきます。ベジットソード。どう今どうなんだろうな。確かに俺最近フォーミュラ落ちたことねえな。うん、一回もないですよね。なんだこのパズル。7年むずいっすよね。え、なんですか。いや、ま、なそこ斜め必要みたいなところで斜め使っちゃう、うん、シャッター系ですか。なんででもなんかやりたくなりません、ね、斜めってキュッてかっこいいしな。そうなんですよ。かっこいいし自分ができるやつみたいになりますよね。謎のそうそう謎の意識。そうなんですよ。これ英語のカーキーを誘発するパターンですか。でもいいですし、はい、まあ普通にソードを使っちゃってもいいんですけど、うん、まあこの状況盤面に水が4個しかないんで、うん、10パズルしちゃったらいいです。なるほど。はい、じゃあ、きます。え？なんか、きます。はい。全然来ないですね、この人は。いや、全然来ないです、遊んだくれば。おー、ペーゴンパワーキー。はい。そうそう。自分ですか。いや、ちょっとワンフラを。あ、そう、ワンフラ交代ですね。そうだ、忘れていた。1パズルだと思っている。じゃあ、言います。そうそう。ね。4-4。まあでも、一応往復ビンタのあれも考えて、はい、一応、スサノ。そう、スサっときましょう。はい、意外と削れなかったのかみたいな。そうですね。じゃあ行きます。はい、いってらっしゃい。あ、44枠目なんか43ですね。はい、43は、いいっすね。おお、8。よし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 。来たでしょ。来たっていうか、はい、いい具合に削ったって。落ちたか。これだ。落ちたか。よし。おー、いったー。はい、ということで、はい、今回は、うん、なんとか、まあ、もう負けまですね。そうですね。はい、はい、ウルズマで、うん、ですが、はい、パート2で、この後も、攻略していきたいなと思います。はい。ので、皆さんよかったらそちらの方もよろしくお願いいたします。はい。それでは、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。